元サッカー選手、サッカー指導者。元ブラジル代表。サンパウロに生まれ、サンパウロ FC の下部組織で育った。1974年にマリーリア AC でプロデビュー。サンパウロ FC に長く所属した後、サントス FC を中心にコリンチャンスやポルトガルの CS マリティモ、トルコのマラティアスポル、ポルトゥゲーザサンチスタ、AD サンカエターのアトレチコソロカーバに所属した。 カンピオナートパウリスタを3度、カンピオナートブラジレーロセリエを1回、サンパウロ FC で制したほか、カンピオナートパウリスタをサントス FC でも1回制し、得点王にも輝いた。全国選手権での通算得点ランキングでも3位に入る。ブラジル代表としては1979年5月から1982年7月にかけて出場経験があり、 1982FIFA ワールドカップにも出場したが、黄金のカルテットに比べて明らかに力不足だった。彼は無数のチャンスを無駄にし、最終的に2ゴールを挙げた者の,の期待を大きく下回り、チームのベスト8で敗退、先犯として批判にさらされた。サッカー選手引退後は監督業とジャーナリスト業を営んでいる。監督としては、サントスや GE サンカル連製。 ポルトゥゲーザ・サンチスタでの指導経験がある。ありがとうございます。